チャンネル。消化っていうぐらいで。そうですね。ただいさえ佐々木鼻触りすぎって言われてる。じゃこんにちは、佐藤さん。前、はい、三軍制度を作った方がいい、まあ三軍制度を作った方が強くなるんじゃないかっていうところ思ったじゃないですか。はい、取れましたね。例えばコメント欄見ててもそこまでお金を出せない球団もやっぱりあるんじゃないかという声が。いや出せるっしょ。いや出せないかでも出せないからやっぱ作ってないんじゃないかっていう。まあそうですね、その選手だけじゃなくて、うん、まあ、監督コーチも雇わなきゃいけないし、はい、だから三軍制度なくても強くする方法ってないんですかね。あります。あります。いやもうなんか俺、はい、引き出し上げすぎてて大丈夫かなって思うんですよ。もういざ自分がなんかなった時に、はい、この引き出しもうみんなバレてるでしょ。確かに。1分ごとに入れるか CM。 あ、価値のある情報だと思うんですよ。そうですそうです、はい。まあ、それでもまあ1分に1本だとみんなあーこうこうこうよいってなるんで、もうちょっと感覚ありますよ。そうですね、はい、でも入れ知りたいですか。いや知りたいですよ。まあでもこれ劇薬ですよ。劇薬、強くする可能性もあるし、はい、低迷期を招きかねない危険性もあるっていうメリット。そうです。でもあります、方法は。あります。はい、でもその三軍を作らないでも、うん、勝っていく方法、強く1チームする方法、はい、答えは一つだけです。一つ、何でしょう。30歳以上のよっぽどのことがない限り一軍に上がってない選手は全員クビ。30歳、はい、早くないですか。いやもう30歳オーバーで、要はもうよほどの危機的状況がない限り一軍に上がってこないような選手っていうのはほぼいらないじゃないですか。スタメンになれなくて、でもベンチもなれない、うん、でまあ怪我人が多くできて、はい、うまく回らへんから、うん、はい上げましょうみたいな、うん、でもこの人たち帰ってきたらはい2軍ですみたいな、はい、っていうよっぽどのことがない限り、もしくは1年でほぼ1軍にいない、はい、ような選手の30歳オーバーはもうクビにしましょう。いやでもこれで野手と投手でも結構違うんじゃないですか。1軍で1回も投げへんような30オーバーの人、はい、いらないでしょ。まあまあそっか。でしかも30オーバーっていうことは、はい、もうそこからの大きな伸びしろはちょっと考えづらいですよね。まあ伸びしろね、万世の方で伸びしろ、うん、ないとは言わないですよ、はい、でも大きくドーンってもう伸びることは、うん、まあもうその30、31、32、33とか、はい、年齢が重ねば重ねるほどないですよね。でももうそういう選手は全員組にしましょう。うわーきついなー。バッサリいきますか、はい、その代わり、はい、若手を取って未来にかけるっていう、うん、ドラフトにだからいっぱい取るってことですね。そう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 、うん、でそれでもうまあ、表現厳しいし言い方ちょっと、はい、うん、僕に語彙力がないんでちょっと難しいですけど、はい、あの使えない30歳以上はもうさっさとクビにして伸びしろもないんで、うん、今の能力が落ちたとしても未来の可能性をある人たちを取って育成してチーム力を上げるっていう方が強くなる可能性はありますけど、うん、デメリットとしては、はい、まあ、30歳オーバーまで現役でいるってことは、うん、そのレギュラーとかなんかなければ一軍上がんないけど、はい、まあ、そこそこの安定したプレーはできるっていうところの、まあ、プレイヤーではあるんですよね、はい、だから高首にして若いの取ってニッチもサッチもいかなかったら、うん、もうドーン落ちるんですよ。いやーそうですよね、はい、だって30歳までってことは現役を7、8年はやってる可能性が高いということですよね、はいはい、ってことは一度はまあスタメンになったりとか。いやなってない人もいますよね。まあそうですね、はい、でもまあある程度一軍でやってきた方じゃないですか。いや、やってこなくてもいる人いるんで。あ、いますか。全然いますよ。パッと思いついた。まあ、あれでしょ、あれでしょ、うんうん、って言いますけど、まあ、あえて言うのはやめときます。まあ、若手を取った方がその可能性っていうのはグンって上がる人がいっぱいいるわけですよね。そうですそうです、うん、30を超えるとやっぱりこうよくてもこういう波ですもんね。そうなんそうなんです、うん、でしかも70人って限られてるわけじゃないですか、はい、支配下登録人数は、うん、でそうなった時にこの70人の中で編成しなきゃいけないのに、はい、そのもう伸びしろがない人を多く抱えれば抱えるほど、うん、キャバが狭くなるんで、はい、まあ、そこは思い切って戦力外です、うん、これが数の原理に打ち勝つ方法です、はい、新陳代謝です、はい、ちょっと腹かみます、はい、今日ねあの寒暖差かなんかでちょっと鼻出ますね。はい、アレルギーなんですよ。あ、そうなん、鼻炎ですか。アレルギー性鼻炎なんですよ。
そうなんですね。こんなでっかい体しててデリケートなんですよ体が。ただでさえね、はい、鼻よく触んなっつってコメントあるのに、はいはい、今日一段と触ってます。だから皆さんそのそこはちょっとあのね多めに見てください。そうですよね、はい、僕の気持ち分かってくれる人います。はい、はい、鼻炎辛いですからね。辛いですよ。はい、はい、だから、うん、そこをやっぱ首にしていかないと、うん、なかなか頭打ちになりますよね。まあそうですね。いやでもやっぱり今年29なんで、はい、もうすぐ30なんですけど、はい、でもまあスポーツとは違いますよ。でも30と22の時とかってそんなに気持ち変わってないわけですよ。うん、そうですね。体力ってそんなに変わってきますか？だからあの何もなければ一軍に上がれないような能力しかないでしょ、はい、まあそこを忘れては困るんですよ。ああそっか、はい、なるほどな。一軍のプレイヤーじゃないんで、ベンチにいても一軍にいる人は別です。はい、二軍にいて、はい、何もなければ一軍に上がらないような30歳以上の人です。はい、いるでしょ、あなたのファンのね、あなたの好きな大好きな球団にもそういう選手いるでしょ、はい、ね、いやそうしないと回っていかないんですよ。はい、で、まあ、日本人って特にそうですけど、いや何かあった時のためにみたいな、ね、だからあの家にの中にある服と一緒ですよ。はい、いや何かあったら着るな。あ、わかるそれ。何かあったら着るな。で1年経っても1回も着てないみたいな。着ないんですよそういうの。そういうのを、うん、いくら高級な服でも1年経っても1回も着ないような服を、はい、ずっとそこに置いてても、うん、タンスのキャバオーバーでしょ、はい、で新しいの買えないでしょ、はい、それだったらもう捨てて新しいの入れた方がいいですよね。だからそこはまあ劇薬ですよ、うん、育たなかったらね、はい、あのちょ落ちるっていう危険性もありますけど、うん、まあ、そうしないとその数の原理で勝負しないんだったら、そうやって新陳代謝でどっと入れ替えていかないと、うん、うまく回っていかないですよね。はい、でもそういうことするチームってなかなかないです。日本ハムじゃないですか。ああ結構早いですか、切るのが。早いですよね。あと FA とかでポンポン出すじゃないですか。ああ、はいはい。だからあの入れ替わり早いですけど、うん、でも今その悪い部分が若干出てますよね。その、まあ、育っていってほしい選手が、うん、あんまり想像以上に育っていってきてくれてないっていうところで、はい、若干今年もね5位に落ちたし、うん、こう低迷してますよね。はい、日本ハムはそうやって、はい、あのまあこう波はあるんですけど低迷しても強くなってっていうのをしてるんで、うん、だからそういう風な戦略をする必要はありますね。そうですね。はい、じゃあまあチームとしては三軍制度を作るか、そうやってまあ思い切ってバサリと、はい、行くしかないと思うんですよ。行くしかない。それはやっぱ応援してるね、はい、選手とか、うん、いればね、はい、30オーバーだとふざけんなさっき、お前何言ってんだ、まだこの選手いるんやっていう気持ちは分かりますけど、うん、何かなければ分からないんでしょ一軍に。そうですね、まあ、怪我が大量に出ちゃったとか、はい、だから何かあった時のために保険でいるやろって言うんですけど、うん、いやその保険の人をいっぱい抱えてたら新しく出てくる選手が頭打ちになって、はい、で一回あの一軍と2軍の違いか 3軍制の話で言ったと思うんですけど、はい、その30オーバーの人を多く抱えてると、で3軍作ってないじゃないですか、はい、でそうなるとこの選手が2軍の試合出るんですよ。あ、そっか。でこの選手が2軍の試合出ると、はい、何かあった時のための1軍のスタンバイとして、うん、若い選手たちが2軍に試合出れる機会を失われば、はい、成長する機会を失うんですよ。はい、それが多ければ多いほど回っていかないですよね。そうですね、はい、あ、しかもまあ怪我人が出てその三乗馬の選手が一軍に上がるかもしれないですけど、はい、それがもう若手の今年取った選手とかが一軍に上がってチャンスを得ればそこでグーンって行ってくる可能性もありますね。そして今年言うとね、ヤクルトの村上選手みたいに2年目でね、はい、ボーンと30本ホームラン打つ選手も出てくるかもしれないじゃないですか、はい、うんうん、いやちょっとまあファンからしたら寂しいですよ。やっぱりある程度応援してきた選手なんで30そこそこまでっていうことは、うん、批判的な声もあると思いますけど、はい、冷静にね、うん、考えていけば、まあ、そうやってやっぱ勝つをその中でやらなきゃいけなかったら、はい、もうそうするしかないと思うんですよね、うん、だからそれか三軍制か、はい、そしたら三軍もするんで三乗馬も第一にします、うん、じゃあまあ両方やってないチームってなかなか頂点にずっと居続けるようなチームになるって難しいかもしれないと思う。ちょっとくしゃみです。締めましょう。鼻がね、はい、やばいっすよ今日は。だから話通じたかな。大丈夫です、大丈夫、分かってますよね。まあだから本当にどっちに転ぶか分からないけど、やってみる価値はでもありそうな気がしますね。直射にします。